こんにちは、さなきちです。今日もご視聴ありがとうございます。さなきち自分を大切にするラジオを始めたいと思います。それではラジオスタート。こんにちは、第65回さなきち自分を大切にするラジオのお時間です。このラジオはスーパー敏感肌でアトピー持ちのさなきちが毎週水曜日21時にみんなからのお便りやお悩みに答えたり、等身大の自分を大切にするためのヒントをお伝えする、楽しくてちょっと元気が出るラジオです。お便り、お悩みの投稿はコメント欄の一番上にフォームと公式 LINE のリンクを貼りましたので、そこからじゃんじゃん送ってください。チャンネル登録、ライクボタンもぜひよろしくお願いします。はい、それでは始まりました。あずきがね、だんだん元気になってきているのでとっても嬉しいです。オープニングトーク、植物の話見てください。今日はね、ちょっとユリがあって、釣り鐘草もあります。でね、この釣り鐘草は新しいんだけど、他のね、このちょっと紫っぽいのと白いやつ、これはもう3週間ぐらい前のがまだ咲いてるのよ。だから本当にもう釣り鐘草ラブになっちゃって、私この間ね、この束をね買いに行こうと思って隣町までわざわざ行ったらさ、もう全部売り切れていて、それでね、心折れたの。戻ってきて、いつもの直売所に行って買ったんだけど、やっぱりね、すごいボリュームのお花のね、味を覚えちゃうと、ちんまりしたお花だとね、寂しくなっちゃって、それでね、次ね、いつね、隣町に行こうかなっていうふうにね、考えているところです。で、毎日お花のこの下のところをね、チョキンって切って、切り口を新鮮にして、お水変えてるの。でさ、この釣り鐘草がさ、もう3週間も4週間もずっと咲いてくれてるからさ、この間思わずさ、ありがとうって言ったの。なんか何にもお願いしてないのにさ、こんなにさ綺麗に咲いてね、気持ちを和ませてくれるってお花ってすごいなって思ってね、なんかね、一人で感動したりしてました。それとハイビスカス、ハイビスカスがまたね、元気になってきたの。一回アブラムシ攻撃があったんだけど、アブラムシの波が去っていって、土生き返るあげたりしたらね、元気になってきて、花がね、咲いてきました。それがすごい嬉しいでしょ。それと、あと今日もね、大学の授業直後です、これが。だからどうしてもテンションちょっと高めなんだけど、というのもね、今日はね、全員にロールプレイをやってもらったの。それがさ、ほんとみんなすごくてさ、いやー、ほんとに頑張ってね、言いにくいことを伝えるっていうこと、凛としながら自分を大切にして、目の前の人のことも大切にしながらさ、そう、自分の考えとか要望を伝えるってね、あ、すごいなって思って、もう感動しちゃってさ、たくさん、もともと感動屋さんなんだけど、今日はね、また一段と授業をやって感動してしまいました。それで、そう、嬉しいお知らせ、本当に私にとって一大ニュースのことがあったのね。それは何かっていうとね、本の出版が決まりました。私の本屋さんに今年の9月に並びます。でね、何の本かっていうとね、私ね、アトピーの人向けのこういう活動もしてるんだけど、あとね、ライフワークの中にね、不妊治療をしている女性およびそのカップルを支援する仕事っていうのもずっとやってきてるのよ。それで、その妊活中のご夫婦にアサーティブがどう役に立つかっていうのを
一度電子書籍にまとめたりして、それをね本にしたいと思ってね、3年ぐらい前からかな、出版社にね企画書持ち込んだりとかね、いろいろしてたわけ。それがやっと実を結んで、今年の9月にね川出書房新社から私の本が発売されます。もう本当に嬉しくてさ、あまりにも嬉しすぎると動揺するんだなっていうのがねよく分かった。だから9月でしょ、あと3ヶ月後には本屋さんに私の本が並ぶっていう状況なので、これからめっちゃ忙しくなるのよ。さらに、まあ、ただねもう原稿も全部書き終えてあるわけ。もういつでも出版できるように準備して、友達のイラストレーターの子にイラストもお願いしてっていう風にしてねやってたから、それがね本当実を結びました。本当に嬉しくて、だそういうことがあったの。だから ますます忙しくなるけど、やりたいことだから頑張ろうって思ってます。それでしょ、あとお菓子開発、お菓子開発は、パウンドケーキ、ミニパウンドね、この細いスティック型のパウンドを今のところね3種類なんか美味しいやつを開発できたらいいなっていうふうに思っていて、それをね埼玉のその工房さんと少しやり取りを始めています。でね、その工房さんで話聞いたらね、大豆バーっていうか、シリアルバーみたいなあるじゃん、こういう食べたことないけど、ソイジョイとか分かんないけど、フルーツバーとかプロテインバーみたいな、ああいうやつぎっしりなんか詰まってるやつも得意としてるんだって。だからその大豆バーも大豆を使うか、あと米粉を使うかとか、その辺はちょっと相談しながら決めていこうかなって思ってるんだけど、それもねやろうかなって、得意だって言ってたからね、やってみようかなって思っています。でね、そのね工房さんと話をした時にね、まあ、要は大豆バーにするか米粉バーにするかみたいなところの違いって、米の分量が多くなればなるほど、まあちょっとおせんべいっぽいっていうか、そういうなんかジャンル的にはおせんべいに近寄ってくっていうのあるんだって、だからその辺は開発の中で試食とかしながらね、割合とか決められたらいいかなって思ってます。あ、そう、それで今日の洋服、今日の洋服はこれはね無印で買った半袖の T シャツと、これはね気に入ってる の古着屋さんで買ったちょっと分厚い綿のスカートで、ちょっとこれウォーリーを探せっぽいでしょ。気に入っています。で、今週もこの時間を私も楽しみにしてきました。本当はね今日のラジオの放送の前にこの釣り鐘草の束をね買ってこようと思ったんだけど、ちょっとそこまでね時間が足りずに、先週までのお花が綺麗に咲いているっていう状態です。で、私もこの時間がほっと一息ついて、自分の体の声とか心の声に耳を傾けながら、これを聞いてくれてるこの画面の向こうのねみんなのことも思いながら過ごす大切な時間なんだよね。なのでこれを聞いてる人もリラックスしながら自分のことね、どんな気持ちがしてるかなとかね、自分今週どうだったかなっていうことをね一緒に振り返りながら聞いてもらえたら嬉しいです。最後までお付き合いください。あ、で今日の飲み物はね水です。お茶を入れる時間がなかったので。それでは今週の肌の調子に行きましょうかね。さなきち今週の肌の調子は、今週の肌の調子なんだけれども、顔からいこうか。ね、顔はね、今ね、全体的にあんまり良くないです。なんでだかわかんないんだけど、顔
顔はおでこのシワがまた出てきて、あのおでこのシワが濃くなってきてるとき肌調子悪いのよ私。それで全体的にカサカサしてるのね。このほらわかる、鼻の周りとか口のね顎のところ、あとおでこもちょっとかゆいし鼻の横もかゆいと。で全体的に久しぶりにね結構分厚めの皮がむけたのよ。だから一回かゆくなって、それで赤くなって、それが今乾いて皮となってむけてるような状況です。髪がねすごい伸びてきちゃって、また顔がかゆいからねこうやって止めてるんだけど、首はね、首もまあそんなには良くないかな、赤みは減ってるけど首もかゆいです。でしょ。それとあと手ね、手はねこれねわかんないの、すごいかゆくなったの、この指の付け根とかこの関節のところがまたムンムンしてかゆくなって、ね、赤切れ、かゆいタイプの赤切れが何個かできています。でここね、ここも汁が出てきて今日かゆかった。多分ね何かがね、何かが起きたのよ私の体で。なんとなく食べたものを全体的には気をつけてるんだけど、ちょっとねちょっと食べたやつは、ね、そのトルティーヤチップス、残ってたトルティーヤチップスを食べたっていうのかな。でもそんなにあれじゃないような気もするし、でもまあ体からちょっと抗議を受けてるって感じ。反対というかね、抗議、ちょっとなんかしたでしょうサネキチさんっていう感じで、かゆみの信号っていうのは、まあ、いろんなところに来ています。それでね今早起きしてるじゃない、朝、まあ、5時に起きて、基本5時に起きるんだけど希望は4時とか4時半に起きたわけよ。だから早く眠れた日は4時半に起きるようにして、瞑想をね、起きてすぐ瞑想を、まあ、20分してヨガをして、それでシャワー浴びて仕事をするっていう風にしてるんだけど、そのヨガじゃない、瞑想してる時にね、その体の感覚に意識を向けて、結局今この瞬間にとどまるっていうことをするわけ、瞑想中に。その時にねボディスキャンっていうか、体の調子を頭の先からつま先までこうやって感覚をたどっていくってことをやってるんだけどね、意外といいなって思ったのは、かゆいっていう感覚って観察しやすいのよ。めちゃくちゃかゆい時は難しいんだけど、この程度のかゆみだったらこうやって目をつぶってこうね顔をスキャンしていく時に、かゆみの感覚にああ痒いな、痒いんだなっていう感じで受け止めるの。ただ受け止めて次に行くっていう感じ。だからそれがね、意外と痒みのおかげでこの瞬間にとどまるっていうのができるなっていうのは思った。というのもさ、気がつくとだいたい瞑想して気づいたんだけどね、気がつくとだいたい過去のこと、あの時こうだったかなみたいな過去のこと考えてるか、あこれをこうしよう、ああしよう、今度こうしようみたいな未来のこと考えてるか、どっちかなのよ。で意識が過去か未来に飛んじゃうのを現在につなぎ止めるために体の感覚に注目してるんだけど、その時にね痒みが使えるなっていうことに気がつきました。それはねすごい発見だったなって思ってる。であとでお尻はね、爆発はね収まってきました。だから不思議だよね、手とか顔に出てる時同じぐらいお尻に出てるかっていうと意外とそうでもなかったりして、体って不思議だなって思ったりします。あとね膝の裏がねちょっと痒いかな、この前も痒くなったところ膝裏が久しぶりに痒いという感じです。みんなはどう、お肌の調子、体の調子ね。東京は
今日は晴れていて、一瞬なんか梅雨っぽい雰囲気の日もあったけど、なかなかね、梅雨にならないなっていう感じだよね。また湿気でジメジメっていうのがね、憂鬱な季節ではあるけれども、お互いね、一緒に乗り切っていけたらいいなって思ってます。近況報告とかね、肌の調子をコメント欄やフォームや LINE アットでもらえると嬉しいです。はい、それでは、お、小豆が見え、小豆見えないか。小豆がね、この踊り場に乗っています。はい、それでは、お便りコーナーに行きましょうかね。で、今週も作詞作曲にえりちゃん、さなきちラジオテーマソングのベストフレンドをかけて、途中からお便りを紹介したいと思います。にえりちゃんのライブが、今週の土曜日に吉祥寺マンダラ2であるんだけど、私行こうと思ってたんだけどね、その出版が決まって本当に忙しくなっちゃって、だからね、今回はね、私はライブ会場には行かず、オンデマンド配信、チケットを買って家で見るっていうのをしようと思っています。で、今日ね、さっき連絡が来て、今日ね、リハーサルだって、なのですごい楽しみだなって思っています。はい、それではベストフレンドをかけます。心身ともに辛い日々を過ごしています。痒くない時間はほとんどなく、夜も眠くなっては痒みが増して、保冷剤で冷やしながら眠らないように起きている毎日です。痒みも痛みも日に日に増していきますが、周りの人からすればいつも通りになってしまい、どんどん大したことがないような言い方をされるようになりました。自分の悪化していく辛さと周りの大したことないの差が、また辛さと孤独を倍増させていきます。私は中度の犬アレルギーがありますが、犬を飼っていること、そして今している実家の仕事は犬を預かる仕事です。それが何をしてもアトピーが治らず悪化している原因の一つだと思いますが、今はコロナで就職も難しく、高齢の祖母がいるので外に出て移っては大変だと、外にも出られません。もし佐々吉さんが重度の鳥アレルギーでアトピーが日に日に悪化していくとしたらどうされますか？大切な家族と二度と関わらないということもできないですし、佐々吉さんの意見を聞けると嬉しいです、というね、メロちゃんからのお便り。メロちゃん、ありがとう。まずね、状況的にね、かなり肌が今しんどそうだよね。痒くない時間がほとんどなくっていうのは、アトピーさんが分かるっていう感じだと思うんだけど、
本当にね耐えられない大変さなんだけど、もう当たり前すぎてもうそれを受け入れるしかない状況っていうかさ、一瞬たりとも、逆に言うとね、一瞬たりとも痒くない時間がないっていうことなのよ。蚊に刺されたとかさ、蚊に刺された瞬間痒いっていうのあるけどさ、それがさ本当に24時間365日っていうところがあるから本当に大変なんだよね。で夜も眠れないっていうことで、すごいね厳しい状況にメロちゃんいるなっていうふうに思いました。それで私がねメロちゃんのこの質問ね、さなきちさんならどうしますかっていうね、重度の鳥アレルギーでアトピーが日に日に悪化していくとしたら、まあ、このあずきちゃんをねどうするかっていうことだと思うんだけどね、もう夫の部屋にあずきを置いてもらって、もうそこから出さないっていうかさ、夫の部屋にいつもいてもらうっていうふうにするかなって思った。でそれを話し合ってさ、まあ、自分の状況を話して家族に話して解決策を一緒に考えて、まあ、おそらくそのアレルギー系ってさ、結局アレルゲンに触れるとひどくなるわけだから、なるべく接触しないようにするかなって。であとこう遠くから声をかけるとかね、あずきーとかね、あずきー元気ーみたいな感じでは声をかけて、まあ、時々体調のいい時とかに遊びに行くって感じかなっていうふうには思った。まあ、でも全然比較できないと思う、重度の犬アレルギーとこの小豆が1匹、鳥アレルギーだとしてもうちは1匹しかいないからさ、メロちゃんの場合はその仕事として犬を預かる仕事をしてるっていうことだからね、状況はね本当に深刻だなっていうふうに思いました。それでこのメロちゃんにはね、このお便りの前にも1回お便りをもらっていて、すごくさ難しい問題だなっていうのは思ったの。というのも、その母のことだけじゃなくて家族関係っていうところにすごくメロちゃんをさ苦しめる、まあ、今のメロちゃんを苦しめる要因っていうのは母のこともあるけど、それをうまく家族に理解できてもらってなくて、家族から結構しんどいことを言われてるっていう状況じゃない。でその上犬を飼っているっていう、いくつもの重しがあるような状況だと思うのね。だからさ、親御さんとの関係をどうしていくのか、どういうふうに付き合っていくのか、それをね、変えていく必要があるかなっていうのは、これ私の意見ね、本当にそれは思います。その中の一つにアサーティブはすごい私は有効だとは思うんだけど、そのなんていうのかな、なんか一気に解決するっていうのは難しいと思うから、こう状況をねいろいろ書き出してみて、本当にできそうな小さなことから変えていくみたいなことがねできるといいのかなって思ったりします。でね、最近ね読んだね本でね、しつこい痛みは日記で治るっていう本、原因不明の慢性痛に苦しめられてる人の対策として痛みを観察して日記を書いて、自分の行動とか気持ちの動きを書いて、それでその中から自分の思考の癖とか行動の癖を読み取って変えていくっていう、要は認知行動療法のことが書いてあるわけで、この本に書いてある痛みっていうのを痒みに置き換えると本当にドンピシャに当てはまっていて、でここのね折り返したところ読むとね、原因不明のしつこい痛みはストレスが生み出しています、でもあなたのストレスは何という質問に明確に答えられる人は少ないもの、また痛みを生み出しているストレスは自分では思っても見ないところに潜んでいるものです、あなたを本当に悩ませているストレスは何か、日記でそれを解き明かすことで痛みは解消されるのですっていうふうに書いてあるの。この中にね、痛みを作る考え方の癖を見つけるっていうのがあって、認知の歪み10種類のパターンっていうのが書いてあるんだけど、これは要は私が恋愛白書に書いた後ろに思考の癖、こういう思考の癖ありませんかって書いてあるのと同じことが書いてあるわけ。
でもちろん人間関係の中で相手に問題があるように感じることってたくさんあると思うんだけど、実はその自分の思考の癖っていうか、あの物事の捉え方の、まあ、認知の歪みっていうふうに言ったりするんだけど、こう物事をさ歪んで捉えちゃうみたいな、あるじゃんそういうことって。なんかいつもこう同じような感じ方をしちゃうみたいな、いつもこういうことがあると、あ、嫌だなって思った後そう思った自分を責めるとか、自分がちっちゃい人間だって思うとか、いろいろそういうパターンみたいのがあるんだけど、それを把握することで、その受け取り方とか考え方を変えて行動を変えていくっていうことをすると、人間関係が変わっていくわけよ。要は相手を変えようと思っても変わらないわけ、結局は自分が変わるしかないから。それがね、この痛みを日記をつけることによって、どんな時に痛くなるかとか、どんな時にこうストレスに感じてるかみたいな。でやっぱりさ、痒みも同じじゃん。アトピーさんはみんな経験あると思うんだけど、例えば親に書くなとか書いちゃダメとか、怒られれば怒られるほど痒くなる。どんなに食べ物気をつけてたとしても、すごくこう嫌味っぽく言われたりとか、頭ごなしに責められたりすると痒くなるみたいなことってあると思うの。だから必ずしもそのアレルギーだけが原因じゃなくて、やっぱりその心の動きみたいなところで物事がうまくいかない、うまく理解してもらえないみたいな、うつうつとしたものが痒みに出てるケースっていうのもあるから、だからね、一つはね、このこういう日記をつけて自分を振り返ること、自分の傾向を自分でつかむことっていうのは非常に有効だなっていうふうに私は思います。だからね、これのね、なんかアトピー版みたいなやつをね、私もちょっとまとめてみたいなと思ったぐらい、これこの本を読んで。で、例えばさ、ここにさ、解決できることとできないことを分けて考えるっていうふうにあるのよ。そう、だから解決可能なことなら、じゃあどうしようかっていうさ、解決するための具体的な方法を探せるじゃない。で、解決不可能なことだったら、自分の捉え方、考え方を変えて今までとは違う行動をしてみるっていうことができるって書いてあるわけ。まあそりゃそうでしょうよとは思うけれども、こう日記に書いていって、これは自分にとって変えられるものなのか変えられないものなのかっていうのを考えていく、それで実際何が自分は行動としてできるのかっていうことをね、やっぱり自分と対話していくっていうのは有効なんじゃないかなっていうふうに思いました。メローちゃんもさ、すごい大きな問題としてもうボーンって解決不可能な感じがするね、今の現状っていうのがあると思うけど、例えばそれを一気に変えようとするんじゃなくて、小さな変化っていうところで日記をつけてみてさ、例えばこういう本を読んで、ね、どういうふうにしたらいいかってこういう本とかに書いてあるからさ、そういうものにこう活路を見出すっていうこともいいんじゃないかなって思ったりしました。はい、メローちゃんめちゃくちゃ応援してます。コメントコーナーに行きたいと思います。前回の64回のラジオについたコメントをね、いくつか紹介したいと思います。タイクリちゃん、何回聞いてもお尻が爆発って言葉で笑っちゃうっていう風に書いてあります。タイクリちゃんありがとう。爆発ってね、なんかポーンって爆発してる感じに想像しちゃうよね。お尻から炎が出てるみたいなね。で、もーちゃんからいただきました。脱ステ3ヶ月でかゆかゆで眠れなくて辛い夜、綺麗なお花にも恋にもお話にも癒されました、ほっとしました、というもーちゃん、もーちゃんありがとう。いや、3ヶ月はしんどいと思うわ。まあ痒くて眠れない夜ってあるよね。私もね、しょっちゅう眠れない夜っていうのがあってね、ほんといろいろ工夫しました。漢字を思い浮かべるとかね、足の指で布団に漢字を書くとかね、そういうのね永遠にやってた時期もあります。ゆきくんからいただきました。さなきちさんの声の枯れ具合心配です。お体大切になさってくださいね。なんたってさなきちさんはみんなの希望ですから、ありがとう。あとはあずきもしんどいのかなって思ったら悲しくなってしまいました。あんな小さな体で頑張ってるんやなって。羽の生え変わりはしんどいんですかね。
さなきちさんとあずきに今日も力をもらいました。俺頑張る。はい、ゆきくんありがとう。一緒に頑張ろう。あずきもねめっちゃ頑張っててね、なかなかね開けてもね外に出てこないんだけどね、この後出てくるかね。それでは次はみこちゃん。診察室で緊張してうまく伝えられなくて、帰ってきてからもっとこれを伝えたかったなって悩んだり、緊張してしまったり、何気ない先生の言葉に傷ついたり、なんかすごくわかりますっていう風にね書いてくれました。うん、ここまでね気づいてるんだったら閉めたものだと思うんだよね。今度は行く前に、私はねよくね皮膚科に行く前にね、このぐらいの小さなメモ帳、こうやって上がリングになってて、こうやってめくれるやつにね、今日聞くことみたいな3つぐらい書いて、それをね持ちながらね先生にね質問したり、自分の考えをねメモしておいたりしました。緊張はするものだけど、先生も人間だから、だからねこちらも対等にね質問したりね、だんだん少しずつできるようになっていくと思うのでね、みこちゃん応援しています。はい、それではもうめっちゃ汗かいたわ。はい、じゃあ小豆を出そうかね。はい、あずきさん出てくるかな。はい、どうぞ。あず出てこないのよ最近。あず、はい、おいでおいで。あずき今ね毛が、羽がすごい生え変わっていて、観察していてね分かったんだけど、羽が、まあ、要は抜けるのよ、こうやって羽が抜けるじゃない、こうやって抜けて新しく生えてきた羽ってこうやってふわって生えてくるのかと思いきや、すごいね、あのなんていうのかな、羽もねつぼみみたいに最初こうなんていうのかな、細いね針金みたいな感じでねツンってしたのがね生えてんの。だから後ろとかこの後頭部のとことか見ると白いねなんていうのかな、ワイヤーみたいなものがピン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 って生えていて、それがねすごい可愛いの。これから花開いていくんだなって思って。ね、あずき出てきません。それで、アサーティブの無料体験会っていうのを6月もやっていますので、お時間のある方はぜひ参加してみてください。はい、それではもうだんだん暑くなってきたけど、私も今じっとり汗かいちゃった。はい、お互いね、あの暑さに負けず湿気に負けず、なんとか頑張って乗り切っていきましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。さなきちでした。バイバーイ。